なんつうデカさだ。何なのよこれ。ヤクマ十八頭身の一人を召喚したというのか。仲間の命、なんだと思ってやがる。グレン・カリュー君、行きます。行くぞ。アイスメイク、行くぞ。アイスブリンガー、行くぞ。グレン・カリュー君、ルーシー・キリ、行きます。血流オーク、行くぞ。風船、アイスメイク、行くぞ。オーソニックタイバー、カット。ルーシー・行くぞ。目的に一緒に進んでいく同士だ。一緒に笑って、時には支え合って、そういう絆がいつも俺を救ってくれた。このくらい楽勝ね。見ての通り、評議員だ。うにょばっかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、
噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。久しぶり。ルーちゃんこそ記者やってるんじゃなかったっけ？なんでこんなとこに？レミとリリーかと、ガジルに似た人。喧嘩売ってんのかこの野郎。いや、あのガジルさんが評議員のわけねえし。不意打ちを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォロットさんだ。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんか、その存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですかそれ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけわかる？実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。勝ちどきをあげろ。なんだよ、心配して見に来てみたら。この大軍をあれだけの人数で片付けるとはかなわねえな。いやー、ああして揃うとやっぱり壮観ですね。はい、フローもそう思うでしょ。あれ、フローシュがいない。あ、何混じってんだ。お前、セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。クロウさま、なんでこんなとこにいるんだよ。なんでだろう。ああ、あいつ約束破ったな。グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対町から出るな。こいつ、改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるわ。その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか、新たな。夏、僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね。生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム、時を超える扉、エクリプスの理論を作り上げる。でも魔術学院では
死者復活は危険思想だとされ、僕は退学を告げられたんだ。ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて、僕は動揺した。気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラム神がお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるには生命を尊く思ってはならない。そして僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった罪悪感に苛まれ、一方で無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪した。そんな思考の迷宮を何年もさまよった後、僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。それは僕を殺せるほどの悪魔の創造。後のゼレフ書の悪魔、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからね。だけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかった。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。エーテリアス・ナツ・ドラグニル。作ったなんてひどいよね。君はもともと人間だ。肉体があった。そう、ずっとこの日のために大切にしていたんだ。弟の体を、僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生、二つを同時に手に入れたんだ。僕はゼレフ・ドラグニル。君の兄さんだよ、ナツ。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。やっぱり普段はその姿なんだね。腕の怪我はどうだい、アクノロギア。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし消食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明な点が多い。ウヌも似たようなものだろう。僕はずっと迷ってきたんだ。傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だがその二極論が間違っていたんだ。人間も君も僕が殲滅する。それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう、本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。